7月1日、片瀬海岸西浜では本格的な夏の到来を告げる海開きの式典が厳かに執り行われました。年間およそ300万人もの海水浴客が訪れる片瀬海岸。その海の安全を鈴木市長をはじめ関係者が揃って祈願します。神事の後は藤沢観光親善大使鶴野武さんとともに恒例のくす玉割り。そして片瀬の海では藤沢市消防局、湘南海上保安署、西浜サーフライフセービングクラブなどが合同で海難救助デモンストレーション。これらの行事によってこの夏も大勢の海水浴客が安全に夏の思い出を作ることができました。7月6日、藤沢市民会館大ホールで開催されたのは藤沢市市民憲章制定50周年記念式典。50周年を迎えたこの市民憲章、東京オリンピックの年1964年昭和39年の7月1日に制定、長きにわたり市民一人一人が守るべき規範として掲げられてきました。今回の式典で制定当時の趣旨を再認識し、来場した小中学生とともに市民憲章を唱和。式典の第2部では藤沢にゆかりのある弦楽四重奏者の演奏や地域の小中学生による合唱や演奏なども行われました。ただいまより第1回藤沢市ビーチサッカー大会を開会いたします。まだまだ暑いさなかの8月23日、片瀬海岸西浜、藤沢のビーチ文化の新たな魅力として定着させようと、全国初のビーチサッカー協会を藤沢市で立ち上げ、初めての大会となります。まずはゲームが始まる前に出場選手で砂浜のゴミ拾い。環境美化のため、プレー中の安全のため、みんなで拾います。さて、ゲームです。大会は小学生の部、中学生の部、一般の部、選手は砂浜で動きにくいにもかかわらず元気いっぱい走ります。それぞれ白熱したゲームの中、スーパーゴールも飛び出しました。大会の開催にあたった藤沢市ビーチサッカー協会は、近い将来ビーチサッカーの常設コートを作り競技を普及させたい、そしてきれいな砂浜を維持し家族で来てもらえるビーチにしたいという思いがあるそうです。今回大いに盛り上がったビーチサッカー大会、これからも夏の藤沢を盛り上げてくれることでしょう。藤沢の夏は今年も華やかで賑やかでしたね。でもこのビーチサッカー大会の後、急に涼しくなってきて少し短い夏だったなと感じたのを思い出しました。さて、続いては秋の催し物を振り返ります。どうぞ。9月6日、東麗学園で開催されたのは東海道シンポジウム藤沢宿大会。このシンポジウムは1988年に滋賀県の土山宿で宿場について話す勉強会として開催され、その後毎年各地で開催されているもの。27回目の今年は藤沢がシンポジウムの開催地として選ばれました。シンポジウムの開催地は東海道にある53カ所の宿場町と京都から大阪までの4つの宿場町、合わせて57カ所で順番に開催されることになっていて、今年藤沢で開催されたので次回再び藤沢で開催されるのは57年後ということになります。このシンポジウムは宿場町で年に一度交流し、
それぞれの歴史や文化の特色を発表し合い、後世に伝えていこうというもの。交通の要所として栄えた藤沢宿、歴史を学び、町の魅力を知るためのとてもいい機会になったのではないでしょうか。9月27日、28日の2日間、今年も盛大に開催された市内最大級のイベント、第41回藤沢市民祭り。今年のテーマはここです藤沢。まだまだ全国的には知名度が低いということで、全国に PR するため各会場で藤沢の魅力を発信します。まずは駅の南北を練り歩く大パレード、1万3000人以上が参加しました。続いて駅北口サンパール広場では、全国各地の藤沢にゆかりある町のブースが出展、グルメや名産品を販売しました。さらに秋葉台ではエコについて学べる地域活動団体のブースが並びます。そして遊行寺では恒例となったプロレス興行、地元出身のレスラーも参加し、熱い戦いが繰り広げられました。2日間で18万人の来場があった今回の藤沢市民祭り、たくさんの笑顔が街に広がりました。10月18日、片瀬海岸西浜では湘南の秋の風物詩として定着した藤沢江ノ島花火大会が開催されました。よその地域と異なり、秋に開催される花火大会、日が短くなって暗くなるのも早いから午後6時になったらスタート。家族揃って出かけてきても遅くならないので帰りも安心。江ノ島をバックに打ち上げられた花火およそ3000発、夜空を埋め尽くす花火の光、きらびやかなスターマインは私たちの目を釘付けにします。湘南では藤沢だけとなる二尺玉は、大迫力の音とともに空中で直径およそ480メートルにもなる大輪を見事に咲かせます。秋の夜空に6万人の観客が魅了されました。涼しくなってからやる花火、おつなものですね。夏より風もあるので、花火自身の煙に邪魔されることなく、綺麗なまま花火を最後まで楽しめるのかもしれませんね。さあ、では残りを最後までいきましょう。11月と12月のイベントです。11月2日、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス周辺で、関東の市街地では初めての大規模な自転車ロードレース、サイクルチャレンジカップ藤沢2014が開催されました。5秒前。種目は制限時間3時間で、決められたコースを何周走れるか距離を競うエンデューロと、規定の距離をどれだけ短い時間で走れるか時間を競うクリテリウムがあります。レースは競技に出場できるドロップハンドルの自転車のみが参加できる本格的なもの。参加者は日頃積んだトレーニングの成果をこの藤沢で発揮できるとあってやる気満々です。車や歩行者を通行規制し行われる自転車の大会、このようなイベントは地域住民のよほどの理解がないとうまくいきません。秋も深まった藤沢の北部で、真新しい種類のイベントが見事に始まりました。これから秋の風物詩として藤沢のイベントのラインナップに加わります。
江ノ島がまばゆい光に包まれる湘南の宝石。11月29日から2月15日まで開催されます。その点灯式が11月29日シーキャンドル前のステージで行われました。朝早くからね、並んでらっしゃったって。雨の時みんなどうなってたの？どうしてたんですか？ここで雨宿りしてたの、ね、お土産買ってくれた、たくさんねえ、貢献してくださいね、お願いいたします。湿気でギター10秒前、9秒前7、6、始まっちゃった。いいですよ、はい、はい、じゃあ落ち着きましょう。ちょっと落ち着きましょうか。まあね、今真っ暗ですけど、これが点灯してその光に包まれてライブやるってどんな気持ちですか？いやでもちょうどいいんじゃないですか、これから暗くなってきて ね。いやそれこそ関東三大イルミネーションで、そうなんですよ。 あとは、夜景遺産ですからその他第2回イルミネーションアワードのイルミネーション部門で全国第3位など数々の賞に輝いています。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、点灯。この冬も江ノ島ではいろいろなイベントが催されます。夜の江ノ島をロマンティックに彩るイルミネーション、皆さんもぜひ遊びに来てください。12月4日藤沢公民館で開催されたのは、地元の食材を使って行事の時に作る料理を紹介する地産地消講座藤井区の第5弾、藤沢さんの正月料理でおもてなし。これはお正月料理の教室です。メニューは湘南雑煮、変わり松笠焼き、エビのシャチホコ煮、紅白茶巾絞り、茜巻き柚子風味、門松飾り。こういう風にしてね、塩もみすると湯がかなくても大丈夫です。厚みが平均になるように開きます。煮てから巻くんですよ、油揚げ。懐かしくて、ああ切れちゃった。日々のおかず作りで鍛えているお母さんたちも、綺麗に着飾ったお正月料理には悪戦苦闘。その分いろいろと勉強になったようです。とても綺麗にできました。どれか一品でも作ってみたいなと思います。大変